見どころですね。そうですね。一応このぐらいの声でいいんですかね。3年前ぐらいの作品でして、大阪芸大時代に撮った映画なので、もう今見たらちょっと恥ずかしい部分とかもちょっとあったりするんですが、当時の僕にしか撮れないようなそのがむしゃらな映画にはなってると思うので、そういう。ちょっと社会からはみ出したような、孤立してるような人に届いたらいいなっていうふうに、思っています。そうですね。じゃあ、はい、カンペの手仕配り、はい、手仕配りは、東京芸大の実習で撮った作品なんですが、15分の群像劇っていうちょっと無茶のある企画なんですが、まずそもそも企画が、脚本領域、特別な領域ごとに分かれてて、脚本領域が、出してくれた4つの企画を監督が話し合って選ぶっていう、それで選んだ作品で、もともと僕ティッシュ配りのバイトをちょうど東京でしてたっていうのもあって、それで惹かれて、選んだんですが、そこでどんどん僕の中で重要なテーマがどんどん変わっていって、最終的にご覧になった人が分かると思うんですけど、ああいう作品になったっていう感じなんですが、そうですね、見どころですかね。そうですね、あんまり、あれなんですが、喫茶店でいろんな人物たちが右往左往する場面があるんですが、そこで、やっと主人公が立ち上がるっていうか、その主人公は誰なのかっていうところも見てほしいところです。そうですね、映画について。そうですね。あんまりそういう映画とはって考えたことないんですが、考えたことないってことは、それぐらい、自分にとって普通のことというか、当たり前に存在しているものというか、そうですね。もし映画がなかったらって考えたら、ちょっと怖いというか、だいぶ変わってるんだろうなっていうのはすごい思いますね。多分全然違う人生になってるんだろうな。今でもそんな明るいとかではないんですが、僕は大学入ってやっと人と関わるようになったので、なので人と関わることでしか映画は撮れないっていう、なので多分こういうふうに人前で喋れるような人間ではなかったんだろうなっていうふうに思います。